はい、皆さんこんにちは、自由シーカーです。いや、私は人からですね、影響を受けやすいっていう、そういう悪い面がありまして、っていうか悪い面、弱い面がありまして、私の大好きな YouTuber のミニマリスト&フリーダムさんが今なんかちょっとお疲れ気味な感じですよね。仕事を辞められてから4日目っていうことで、でなんか休むとかえって疲れが出る。で私もまだ子供が小さかった頃にですね、忙しい時ほどとか疲れてる時ほど人は外出した方がいいとか、かえってその外出した方がいいって、それまあわかるんですよ。だけど今コロナウイルスの関係で、外出も限られてますよね。ということで、なんか私もちょっと今日疲れとか、私なんかもう今年50歳の年寄りなんで、なんとなくだるいというか、ちょっと こういう感じなんですよね。で私が話したいのはですね、無常の世界ですね。でこの 無常っていうのは漢字の変換気をつけないと、常でないで移り変わるって、そっちの方漢字の変換で出てきちゃうんで、ちゃんと見なくちゃいけませんね。レ・ミゼラブルのアー無常のそっちの方ですね。でそれな何かと言いますと、私が必死こいてニュースを見ているんですよ。日本のニュースと英語のニュースと無理してっていうか背伸びして聞いてるんですけども、この ANN ニュース CH、 なんかこれテレビ朝日みたいですね。これいつも1分ぐらいで終わっちゃうんですよ。でですね、これ3日前ですかね、イギリスのローリングストーンズがアメリカのトランプ大統領に対し選挙集会で自身の曲を使わないでくれってことを言うんですね。でその歌がですね、1969年度の無常の世界で、ちょっと怖いですね。でなんかこのアメリカ著作権管理団体のこと BMI って言うんですか、 BMI って言うとなんか体重のこと思うんですけどもね。でそれで英語のキーワードだと、ローリングストーンズ、スレッドゥンド、ドナルド・トランプとか言うとパーって英語でも出てくるんですよ。で私気になった、で無常の世界って You can't always get what you want で、これか、知ってるって、 You can't always get what you want っていう、知ってる、そういえば知ってるって思うんですよね。でそうか、1969年かって感じで、これ見たらですね、どうやら4年前ですね、4年前のその、ヒラリー・クリントンとの争いの中で、多分ってこう私間違ってるかもしれませんけども、多分この曲を選んだのは、ヒラリー・クリントンと、またはその支持者、またはヒラリー・クリントンだけかちょっと分かんないですけども、欲しいものがいつも手に入るとは限らないって、それを言いたかったから、それでこの歌を選んだのかなとかも思うんですよ。だけど今の大統領ってなんでしょうね、イケイケな感じって言っちゃうと、ちょっとそれじゃ若い女の子みたいになっちゃいますね。もう一度アメリカを偉大にするとかって、強気な発言が目立つのに、なんでこんな惨めなメロディーを流すんだろうなってふうにちょっと思ったんですよ。で、そもそもこの、トランプ大統領って日本の何でしょうね、コミック、ヤマト・ワキのコミックに朝木夢見氏ってありますよね。あれの中にカメオ出演みたいなことして、してるって言っちゃ変ですけども、
古貴殿の女房のお父さんの右大臣、右の大臣、右大臣がまるで白人みたいな顔してるんですよ。でその人がなんかちょっとトランプ大統領みたいな感じなんですよね。まあ、あのコミックが出てきた頃はまだ今の大統領は若かったからってことは、カミオ出演とかいうのはちょっとおかしい話なんですけれど、いやローリングストーンズっていうと私より私より先輩たちが聞いてたっていうちょっとそういうイメージがあるんですよ。で、私もどっちかといえばビートルズよりはローリングストーンズの方が好きな人間なんで、まあ有名な歌だったらまあまあわかると、私もわかるんですけれど、まあこの無情の世界とか、まあ惨めなメロディーで、あとはですね、ローリングストーンズって惨めなメロディーっていうと悲しみのアンジーとかですかね。なんかああいう世界的な大スーパースターで華やかな生活をしているはずなのに、このまあ惨めなメロディーをこう作って、まあ、奏でることができるっていう、それもなんかすごいなとか思いますね。でこの無情の世界っていうと69年で、その69年の前にもうすでに世界的な大ヒットとかあったはずなんで、まあスーパースターになった後にできた歌ってことでしょうね。でまあなんでしょうね、さっきウィキペディアを見たら、そのローリングストーンズは世間一般では労働者階級のバンドっていうイメージを持っている人多いらしいけれども、ミック・ジャガーとあともう一人は中産ミドルクラスっていうと中産階級ですかね、の出身であるとかって書いてありましたね。なんかロンドンスクール・オブ・エコノミクスを中退してとかってそんなこと書いてありましたもんね。でそこの学校って何でしたっけ、小泉元首相でしたっけ、あの人が行ってた場所なんでしたっけ、学校名間違えたりするとちょっと分からない、ちょっと良くないんですいません、忘れてください。あとはですね、ローリングストーンズ、思い出した、日本語のタイトル夜をぶっ飛ばせで、英語のタイトルがLet's spend the night together でしたかね。で、あの歌詞カードとか私見たわけじゃないんですけども、あれはひも亭の人とかもじもじくんが歌ってもおかしくない話だと思うんですよ。まあ例えば1週間前のラブ&フリーダムさんが歌ってもおかしくないと思うんですよね。で、あの歌だってもう世界的なロックスターってもう絶対モテモテだと思うんで、その何でしたっけ、グルーピーがバスに、乗ってきてどうのこうのとかってそういうこともあるぐらいなんで、あの歌がひもっての歌なのかどうかちょっと私も歌詞カード見てないんで分かんないですけども、そういう何ですかね、一緒に過ごしたいみたいなことを言うってことはなんかモテない人って、それも決めつけとかよくはそれはよくないんですけども、そういうね、惨めなメロディーだとか、あと清純な感じのメロディーとかを奏でることができるのはすごいなっていうふうに思いますね。あとはそうですね、私の同年代で言えばボンジョビでしたっけね、リビング・イン・ザ・プレイヤーでしたっけ。で、あれも歌詞全部見たわけじゃないんですけども、なんでしょうね、
私がちょっと受け取ったのはですね、なんか あたかもあの、まあ、まあ家庭環境とか住んでる環境がなんか良くなさそうな感じなんで、こう命からがらあの、まあ、友達じゃなくって恋人ですかね、テイクマイハンド、テイクヨアハンドってこの、 あの手を取るって、あの何でしょう、結婚するみたいな意味がちょっとありますよね。あの、私はあなたの手を取っただろうみたいな時に、で、あ、ハンズインマリッジだっていうので、まあ、多分、まあ、ハイスクールスイートハートでしたっけ、その高校時代の、まあ、恋人ってことですよね。それと、まあ、命からがら、まあ、家出と駆け落ちをあのマルチタスクでやってんのかなみたいな。で、あの歌だってそのボンジョミが、スーパースターになった後の 歌ですよね多分ね。あ、間違ってた、すいません。なので、そういうあのまあこう自分がスターになった後でもそうやって、まああのまあ そのまあ、家出と駆け落ちの、まあ、あの部分が、まあ、それ実際にあった話かどうかちょっと分かんないですけども、うん、あ、ちょっと私本当にちょっとろれつが回ってこなくなってちょっと申し訳ありません。まあ、私が言いたいのはですね、もう世界のスーパースターでありながら、そういうなんかこう命からがらな情景をこう表したりとか、惨めなあの情景を表したりとか、その表現力はすごいなとか、まあ思いますね。まあそれは いろんなアーティストの人がしてるんですかね。まああの大人のっていうか、まあ、30代40代のアーティストがあのまあティーネイジャーの心情を歌った作品とか、そういうのもどっかしらで必ずあると思うんでね。まあ、うん、で、なんでしょう、あ、その私たち明後日ですね、ニュージャージー州のアトランティックシティに、2泊あの、まあ、旅行に行くんですよ。車を使うんで飛行機使わないんで、まあまあそんなにあのまあ飛行機を使わないで行くからまあまあいいかなみたいなふうにも思うんですけども、でそこにあのトランプタージマハールっていうカジノが、それがダメになったのはいつだったかな。でその時になんかあのなんかそこのゲストオブオナーっていうと、ゲストオブオーナーって日本語で何て言うのか言うんでしたっけね。あ、賓客でしたっけ。それがマイケル・ジャクソンだったと。で、なんかあその辺の あのアーティスト名とか聞くとなんかちょっと時代を感じちゃって、であのトランプ大統領ってもう今年何歳でしたっけ。今の大統領の年齢ちょっと知っとかないと、まあ、70いくつでしたっけね。そうすると私よりもあのまあ偽、うん、まあ、私の親世代なんですよね。でその大統領がその聴いている音楽、まあ仕事忙しいはずだからそんなに音楽とか聴いてんのかなとも思いますけども、その出てきたアーティスト名、まあ、私全一応まあまあ知ってはいるんですよ。だけど今の30代とか20代とか10代の人が聴いているアーティスト名はまあちょっとわかんないかもしれないですね。
そのラジオなんかで、ああこれ覚えてるってこの歌覚えてるって思っても、題名とかアーティスト名をチェックしてないんでね。いや私約半年ぐらい前からニュースとかよく聞くようになったんですけども、歌手で誰が有名とかってそういうのあんまり、あんまりニュースとか出てこないですかね。で、私3年前にウーバーとリフトの運転を始める直前に一生懸命 YouTube でウーバーの運転手の体験談とか聞いてたんですよ。でその時のウーバーマンっていう YouTuber の方でしたけども、その人が新米ウーバードライバー、新しくウーバードライバーになった人はなんかボディカメラかなんかで撮った分を見て、でそれをウーバーマンはまあベテランだからまあ批評するみたいな、そういうビデオを見たんですよね。で、まあ車内もっと片付けた方がいいんじゃないかとか、服装をなんとらした方がいいんじゃないかとか、まあそういういいところ悪いところとか批評してたんですよね。でその中にラジオの音楽の選曲が80年代の音楽のままだぞみたいに言ってて、そっか、わでそのウーバーマンっていう YouTuber は30代後半か40代前半なんですよね。で私がそのビデオを見たのがちょうど3年前とすると、まあ当時ウーバーマンは35歳ぐらいってことですかね。で私が当時多分当時46歳ぐらいですかね。でいやなんか私なんか今人付き合いが全然ないんで、音楽とか映画とか、まあ、コミックでもなんでしょうね、まあ、恥ずかしいってことはないですね。まあそれはありがたいですね。うちにあるコミックとか時代を感じさせてしまうんでね。まあそういうことですよ。いやなんかちょっと疲れ、なんか だるく、なんかここ数日ちょっと私もなんか疲れたっていうかだるいなとか思っちゃいますね。私が好きで聞いてる YouTuber のミニマリスト&フリーダムさんも、そのミニフリさんの身に起こってることがなんか同時発生的に私もちょっとそんな風に気持ちがこう言ってしまってるっていうんですか、そういうことですかね。まあ方もね、無職4日目で、で食べては昼寝とか、もう食事とあと昼寝とかそういう感じですもんね。まあ そうですね、私もまあ年が年っていうか、まあ、ちょっと疲れが 出てきますね。であとなんか考えただけでちょっと疲れが出るっていうそういうこともあるんですよね。で明後日ニュージャージー州のアトランティックシティに行きますけども、なんかもしなんかテンションが下がったような様子を見せると、なんか主人に何かかんか言われそうだなとかも思うし、でもアトランティックシティのどこを見に行くっていうのは決まってるんで、やっぱりあっちがいい、やっぱりこっちにしようとかそういう会話は出てこないんですよ。だけどもなんか私もやっぱり最近体力が落ちてきてるんだからちょっと疲れやすくなりましたね。で
が以前っていうか1ヶ月ぐらい前、その朝とかちょっと散歩したりとかしてたんですけども、やっぱりいつも同じ場所ってことですよね、散歩するの。そうすると飽きてしまう。で、もともと私インドアの人間なんでね、はい、やっぱりなんかこうモチベとかもね、あんま良くないっていう感じが、まあ、しますね。なんかこの、まあ、自粛続いてほしいのか、それとももう病んでほしいのかっていうと、どっちとも言えないんですよね。で、元の生活に戻るのも面倒だなっていう気持ちがある一方で、もずっとこのままだとっていう気持ちもあるんでね、まあ今日はちょっと早く休んで、まあ、元気を出したいと思いますね。まあ、ちょっと惨めなメロディーを聞いてしまったから、その影響もあるのかもしれないですけれどもね。視聴者の方でね、お疲れ、最近ちょっと体力落ちたとか思ってらっしゃる方がいたら、私もそうですので、あまり気落ちなさらないでください。では雑談形式でちょっとだらっと喋ってしまいました。まあ、いつものことなんですけども、はい。それではちょっとこれぐるっと回してみましょうか。これを、このマグカップ買った時はオバマ大統領だったんですよね。この非常の世界の歌詞を読んでいくと、最後の方に、欲しいものがいつも手に入るとは限らないの最後のところに、もしかしたら見つかるかもしれないね、必要なものが、 You need で、それで必要、 need と want で、これよく小学校、中学校じゃ、じゃないね、幼稚園とか小学校で、まあよく使うこと、言葉っていうかフレーズですね。そのニードとワントの違い、まあ要するに欲しいものは我慢して、ニード、ニール、必要なものだけで我慢しろみたいに、まあでも本当にそれしたら本当につまらない人生になると思うんですよ。まあ例えば私だって今さっきコーヒーとか紅茶を飲んだんですよね。でそれをですね、お水だけでいいだろう、コーヒーや紅茶飲むなとか、そういうことになったら、まあ本当につまらない人生だと思うんでね、ニード、必要なものだけで我慢するのは、まあなくてもいいものが持てて初めて、まあ人生は楽しいって言えるんでね。まあ私なんかデザートとか甘いものとかお菓子とか好きだし、まあ、お酒は飲まないんで甘いお菓子は食べるんですよ。で、旅行だってなくたっていいじゃないかとか、テレビだってなくていいじゃないかで、そうしたらもうないものはなくていいっていうふうになると、それもまたなんかキリがないと思うんですよね。なのでちょっと意外でしたね、そのトランプ大統領が歌をこの用いるっていうの。まあ、多分あれ当時のライバル、ヒラリー・クリントン宛てに歌、選んだ歌なんですかね。まあ、それをなんかローリング・ストーンズは前々から使うなよと言ってきているらしいですね。まあなんかそういう法律関係の難しいこと、どういう何ですか、どういう正しい言葉遣いで言ったかっていうのは、まあそういうのは Google で見たら、まあ載ってますけども、まあそれは私が勝手に使うといけないのかなとか思うんで、ちょっと私記憶を頼りに今喋ってみましたね。はい、そういうことでございます。じゃあ私もこれからミルクティーを飲んでちょっと元気を出そうと思います。では
聞いてくださった方、長くなりましたけど、ありがとうございました。